覚無視するなよ。ほわせるな。手が人間すぎる。気持ち悪いな。城太郎さん。おお。ノックしろよ。ノックしたんですけどね、一応城太郎さんにある企画をやってもらいたくてですね。これ捨てといて。やめて近づけないで。だがちょっと待ってくれ。はい。ドン行伝行くんだろ今から。はい。俺セスナは乗りたくないんだが。ジジイと3回もセスナに乗るのごめんなさい。バスと電車で行くんで。バスと電車で行けんのか。飛行機乗るわけないだろ。分かった、じゃあ行ってく。行ってみましょう。あ、一気に出すぜ。これシャワ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 、うるさいからだ。おろ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 ってやる。もっともっとおろおろおろってやってる。本当だったらな、どうだったからやってないけどもね。みんなをびっくりさせちゃうからやらないけども、普段だったらもうこれでおろ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 ロードローラーだ。このぐらいやってるよ。え、クソデカコンドーム業務用を買いました。ジュタルさん、コンドーム使うんですか。ああ、これたくさん20個入ってくるわ。3200円です。あれ。もうこの時点で1万1000円いってるんで、こっからの紹介するものは全部自腹で買ってます。企画無視するなよ。文句あんのか。やかましいぞ、あんま。いや、ダメだ。文句があるなら地獄の底でセックスでもしてな。やかましい。うるせえな。おろ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 。あれ20個分コンドーム買ったんで、は一応ローションも買いました。イエローテンパランスね。イエローテンパランスを買ってきました。はい。腹立つな。ブルダックポックミョン。それちなみにおいくらですか。ペペローションが900円。はい。これが800円だ。でもマジでコンドーム買わなかったら食器師だったんじゃないの。よれよれだぜ。こっちのセリフやわ。やっぱこうやって寒い時に辛いわ食って爽やかにこう汗かくのはやっぱ気持ちがいいよな。爽やかで汗かく、すげえ爽やかな気分だよ。正月の時にまるで洗いたてのパンツを履いた時のように。新品のパンツね、あれ。新品のパンツを履いた元旦の時の正月みたいな。それはさっきも聞いたぜ、タモ。同じこと言うな。どれ。あー、辛い辛い。そんなこと言わない。あー、辛い辛い。おい、おここに透明の赤ちゃんがうんこしてんじゃねえか、こんなとこで。お前バカ、お前。捨てるな、赤ん坊。いい音奏でながら食べていただければと。許可しない。許可しない。するしないじゃなくて。ですか。食べて、食べてって言ってる。いい音だし、食べてっつって。食べてって言ってるんですか。じゃあそう言えよ。食べてください。言ってるじゃん。言ってました。言ってた。ああ。そのクワーがマジいらないんだよ。すっごい音立ててるんだよ。ブワー。台無し。よくその食べ方で炎上しないなって思いますよね。もう覚悟がありますから。覚悟とは暗闇の小屋に道を開くらなことだ。噛んだ、最悪だ。無駄無駄。そんなこと言っても無駄無駄。冷たいな。手が人間すぎる。にゃーにゃー、嫌な感じ。事前に冷蔵庫から出しとくとかしといてよ。にゃーにゃー、だって頑張ってるんだにゃ。そんなことスタッフの分際で言うなんて。お前ら人間じゃねえ。お前ら人間じゃねえ。お前も人間じゃないにゃー。これベトベトしてから、今日のポケモンはベトベトじゃの。ピッピカチュウ。違います、にゃーすんです。そりゃそうじゃん。そりゃそうじゃん。上限の6、ダッキーです。殺してやるわ。気安く話しかけちゃダメよ、このガキ。このガキ。気持ち悪いな。私は上限の6だの。お兄ちゃん。お
私の反物が飛ぶわよ。シュル髪の毛が生えるわ。あたしは上限の6なのよ。お兄ちゃん。たなきもいだき。気持ち悪い。汚い。本当に嫌な目しないで。本当に汚い時の目しないで。あたしがもうボケれないとでも言うの？私は上限の6なのよ。お兄ちゃん。全部さっき聞いたから。全部さっき聞いたやつやから。俺のスタープラチナは精密な動作ができる。このぐらいの刀にゴルワーってやる。パワーしか見えてない。ゴルワーってやる。刀なんて簡単だ。俺はこれに学教員の魂をかけるぜ。家にいるうちの母ちゃんもかけてやるぜ。コーリーの魂をかけるぜ。コーリーの魂もかける。全部かけてやるぜ。二人ともくたばった。あんま美味しくない。イカゲームが面白そうだと思った人はぜひネットフリックスでご覧ください。僕も見ときます。見てね。ああ見てないんだ。何でもな。今日は私の料理動画だ。なんだ貴様、文句でもあるのか。一切文句ない。死ぬしかないのポルナレフ。笑っちゃってるやん。死ぬしかないなポルナレフ。ちょっと待ってくれ。面白すぎないかこれ。自分の顔よ。ちょっと待ってくれ。自分の顔。ああ、今回はなメイクしてすぐ撮影始めただろう。はい。そのこの面白さにまだ自分が慣れてないんだ。そうこれ面白すぎないか今日。すごいもん映ってるじゃないか。生物の頂点。うるさいな。追ってくれ。いやダメだよ。歩道が広いだろ。かまわん。すごくないかこれ。貴様今までに食べたカレーの枚数を覚えているのか。枚数で数えるな。そして今回も味噌はこれだ。何今の。何今の。それじゃあ早速食べていいか。どうぞ。ちょっと待ってくれ。まず人間の血を伸ばしてもらうぜ。コーラだろ。あーウィリエー。俺は人間をやめるぞジョジョ。ディオブランドポイントでお別れしましょう。聞いたことないポイント。 Today's ディオブランドポイント。無駄無駄ザ・ワールド。ロードローラーだ。無駄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 100点です。100点ついに出た。100点だ。わかりました。さくらさん。さくらじゃない。さくらじゃない。さくらさんじゃないですか。さくらじゃない。男。私男。それならあなたも努力すべきだ。どういうこと。さくらになる努力。努力すべきだ。今こそ自分の忍道を貫くとき。八門東高指紋開。シュ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 。指紋はマジで指紋開。青春は爆発だ。ガイ先生。俺はカカシに勝ったことがあるぜ。俺はカカシに勝ったことがあるぜ。今こそ自分の忍道を貫くとき。外さり構わん。ずしーん。これで早く動きます。これで早く動きます。ガーラのオートの防具が追いついてないわ。一個しか食べてない。もうやることないですか。リーさん。許してください。さくらさん。さくらじゃないね。許してください。もうやることがないんです。僕が必ず守り抜きます。だから終わらせてください。